ます。携帯電話をお持ちの方は電源をお切りになられるか、マナーモードの方の設定をしていただきますようよろしくお願いいたします。それでは2015年2月8日主の十字架クリスチャンセンター東京安東木教会主日第二礼拝を始めていきたいと思います。それではお祈りいたします。愛する天のお父様、皆をあがめます。お一人お一人をこの第二礼拝に集めてくださり、共にこの場で礼拝できる恵みをありがとうございます。さらに私たちが霊と誠をもってあなたを礼拝し褒めたたえることができますよう助け導いてください。またお一人お一人にあなたの恵み祝福をお与えください。お願いいたします。まず初めにあたり感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは初めに賛美をもって主を褒めたたいてまいりましょう。それでは共に賛美をもって主を礼拝していきたいと思います。最初にお立ちになる方はどうぞお立ちください。あなたの霊によって、あなたの霊
時代のリバイバルはさらに本格的なものとなってくると主は仰せます。それはあなた方はさらに祈りを強め備えてきなさいと主は仰せます。あなた方の力によらず私の霊がこれをなし、私の目的、私の計画を全うしていこうと主は仰せます。今この許されているさまざまな問題や困難を通しても、私は私の言葉によってこの私の力を表し栄光を表していこうと主は仰せます。私の言葉にしっかりと立ち、また私の言葉に希望を持ってこの進んでいきなさいと謝されます。それでは前に3秒下げてまいりましょう。Walking for
すべてが益になる。ハレルヤ、心から主を讃えましょう。愛する天のお父様、この賛美の時をありがとうございます。また予言の言葉を感謝いたします。朝の作り豊かに導いてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。感謝します。どうぞお座りください。それではしばらくの間、お祈りの時を持ってまいりましょう。共に主の前に静まって、主との交わりの時、お祈りの時を持ってまいりましょう。お祈りをそこまでにしていただきまして、再び賛美をしてまいりましょう。それでは主の祈りを共に祈っていきたいと思います。初めての方はモニターの方をご覧ください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなせさたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。それではパウロ秋元牧師に導いていただきまして、聖餐式を行いたいと思います。
聖餐式を行います。聖餐式とはイエスの死を告げ知らせるものであります。この教会ではどこの教会の方でもイエス様を信じ洗礼を受けられた方、また洗礼を望んでおられる方々にはこの式に加わることをお勧めしております。またインターネットをご覧の方々の中でイエス様を信じて洗礼を受けられた方、望んでおられる方々もぜひこの式に加わってください。インターネットの方々はご自分でパンとブドウ酒、ブドウジュースを用意して参加してください。お祈りをいたします。天の様、このパンとブドウ酒、ブドウジュースを豊かに祝福し、またインターネットの方々のパンとブドウ酒、ブドウジュースを豊かに祝福してください。私一人人に恩から土日の恵みを表してください。イエス様お名前によってお祈りいたします。アメン。それでは共にお祈りしたいと思います。もしこの中に罪がありましたら、それを神様に告白してください。今夜の祈りをイエス様お名前によってお祈りいたします。アメン。イエスはパンを取り、祝福して後これを先からに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。キリストの体をいただきましょう。イエスは彼に言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。キリストの血をいただきましょう。それではお願いします。
天皇様、この聖餐の御名ありがとうございます。イエス様お名前によってお祈りいたします。アメン。感謝の献金の時を持ってまいりましょう。神の国と神の義を共に賛美しつつ、献金の時を持ってまいりましょう。神の国と神の義をまず求めなさい。そうすれば皆与えられる。ハレルハレルヤ。Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be.それでは献金の感謝のお祈りを司会者の方でさせていただきます。愛する天のお父様、この献金を感謝いたします。今あなたから与えられましたものの一部をあなたの御前にお捧げいたします。どうぞこれらを清め、御国の働きのために用いてください。また捧げられましたお一人お一人のうちに豊かに祝福をお与えください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは本日のメッセージのための聖書箇所をお開きしたいと思います。本日のメッセージ箇所はヘブル人への手紙6章19節になります。新改訳聖書第3版のお持ちの方は430ページ、第2版のお持ちの方は395ページになります。それではお読みいたします。この望みは私たちの魂のために安全で確かな怒りの役を果たし、またこの望みは幕の内側に入るのです。本日はこの歌詞を通して特別賛美、またしばらく賛美の後にパウロ秋元牧師にメッセージを取り継いでいただきます。